カトネーは初めてだな。カトネーのこの普段の服以外初めてだね。着せること普通できないから大人人って服変えれないんだけど、うわマジか、なんか初めてカトネーカトネーがサウナ服着てるわ。ってことは他の子たちもあるってことかな、大人陣営アロイスとか入れてさ、そういうのできるってことかな。アロイス結構余裕鎧でいつも肩ね、あったまり良すぎね、ホットになりすぎね。早くも大丈夫か、肩ね顔赤いぞ、大丈夫か肩ね。あ、ダメだったそっか、そういうのできるのか。ちょ次回から見ていこうか、大人陣のそういう格好。こっちのルートだとどうなるんだろうね。前のルートだとカトネーが攻めてきていたんですけど、うん、教団に逆らってたから。カトネーが攻めてきてたけど、そうじゃなくなるってこと？あー、ヒューベルトなのか、やっぱり。そうなるか。これはこれは。できるのヒューベルトなのか。ブレイリットに言うことを聞かせに来てみる。そうだよね。ヒューベルトしかいないよね、敵材は。思わぬ敵がいたものですな。相手より先に進路を抑えることにしましょう。もう間に合わないと思うけどな。道塞がれる。ナス戦か。まあ、仲間になるでしょう。これがミルディン大橋。仲間にならないことはないだろう。帝国と同盟を分かつアミッド大河に架かる橋の一つ。そうだな、アケロンの野郎。以前訪れた時よりもかなり防備が固くなっているな。敵もそれなりの備えをしているということだろう。迅速に落とそう。手堅く行こう。まあ、テテスが気に入るのは下かな。迅速に落とすか。私もどう言ってよ。ワンネラ先生が、ワンネラ先生の好感度上がるのこれ。どういうこと。痛みを感じさせる間もなく終わらせてあげなきゃ。怖いんですけど、ね、怖いんですけど、女性陣レア様といい、怖いんですけど。ああそうだな、年齢を召した女性陣怖すぎんですけど。クロードを信用していないわけではないが、他の同盟諸侯が動かないとも限らない。信用してねえよ。ナス側できそうだよクロード。迅速かつ手堅く軍を進めていこう。ミルディン大橋を渡るとフォドラ最大の平原が広がる。先生も覚えているだろう、樹脂戦の場となったグロンダーズ平原。ああ、三つどもえ戦やるってことね。じゃあミルディンを守ってるのは俺の親父や兄貴じゃねえよな。ええやめ、出てくんのまさか。特に親父とは顔を合わせねえままで戦争を終わらせてえな。ああ君の父親は素手で熊をかち割るんだっけ。かち割るって何。熊に使う表現じゃなくてよくわからないんだけど、その状況。かち割るって何。手刀で真っ二つにするってこと。出会った時は君を生贄に捧げることにするよ。本気でやめてくれ。まあそうしよう、仕方ない。必要な犠牲だ。反撃ののろし、これが一番犠牲が少ない道なのよ。燃やすもの用意しませんですか。ペトラちゃんいいのよ、煙が立たなくてもあげたことになるの。この橋を奪うこと自体が反撃ののろしなのよね。まああなたがメティを落としても同じだけどね。いよいよ進行するんですね。ブル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 、これでこれでエーデルガルトさんが怒った。なあ、でも常に怒ってるから、もうヒナは結構プリプリしてるから大丈夫よ。全軍で修道院をぶっ潰すなんてことになったら死んじゃいますよ。今更な話ではあるが、心配せずとも5年前と同じようにはならない。帝国が大軍をガルグマクに集中できたあの時と異なり、帝国の戦線は王国や同盟との境界全てにまで拡大している。ああ、まあ手が回らないのか。帝国は味方も増えたが敵も多い。我々に避ける兵はそれほどでもないはずだ。さあ行くぞ。ベル反応せず、これが乱世を終わらせ、何も言わなかったな。第一歩となる。そっか、その第一歩だと思ってこの乱世を始めたヒナなんだけどな。そっか、なんやねん、なんやねん、何。そうか、シーメントで言うからの。このタイミングでやる君。このタイミングでやるかい。そうかじゃねえよ、ガルクバックに戻ってんじゃねえよ。せっかく行ったのに大橋まで、何戻ってんのよ。助かっちゃ。ミルディン王子の戦い、帝国の侵攻を食い止め逆に進軍することを決意した一行。そのためには同盟領と帝国領をつなぐ要所アビット大河に架かるミルディン大橋を落とす必要があった。行こう。さあナスが敵で来るか、まだ味方の可能性もある。色の体が。でもさ、クロードが引きつけとくとかなんたらかんたら言ってたからさ、ここの敵がアケロンになるかナスになるか、ナスロンになるか。帝都アンバルを目指す新生軍は、オグマ山脈東方を迂回し、同盟領を通過して南下する進軍路を選択した。難しい通り方してるね。新帝国派の同盟諸侯ブロスタール家領を通過するため、うん、反帝国派の筆頭、ミーガン家の当主クロードに協力を要請。クロードね。
クロードにグロスタール家の兵力を引きつけてもらう約束を取り付けると、ちゃんと引きつけろよ全員、同盟領と帝国領を分かつアミッドタイガーを越えるべくミルディン大橋へと軍を進めた。はい、あ、進めた、あ、じゃあ引きつけてくれたらちゃんと、え、じゃあ出す、でも出てくるでしょどうせどうせ出てくるでしょ、分かっとんよもう、タイトルからしてナス以外考えられねえんだよ。バラモチーフな子他にいないもんな。まあ、ナスはナスモチーフだけど、バラっていうか、バラ好きなんだよな。ミルディン大橋の戦い、銀雪の章、エピソード16、バラ色のタイガー。あれ何もセリフなく。どうせナスだろ、この辺いるんだろ、この光ってんの、これナスだろ。え、違う。違う。違うぞ。これナスだろ。アルラディスラバーさんだ。あ、ってことは後から来るタイプのナスか。後付けの感じのナスか。なるほどな。後からナス付けが来る感じか。なるほどな。最初のお通しには出てこない感じな。そういう感じか。ラディスラバーさんいるね。あー、やっぱですか、やっぱりですか。おい、おい、間いるよ、俺らがすでに。間俺いるよ。相手に行っちゃうよ。今こそ帝国への忠誠を示すとき、背後より敵を攻撃なさい。やれるもんならやってみろ。そこ背後じゃないしな。皇帝陛下に僕ちゃんの名前を売っとかないとね。そうなんだ、僕ちゃん。お前そこ背後じゃねえぞ。どっちかってお前が背後取られてるぞ。俺は同盟領の少領主アケロンだ。帝国に味方するならば倒す他あるまいな。致し方ないな。本当は倒したくねえ。倒したくねえ。致し方ない。やるしかないだろう。あ、出るのね。この橋を奪われてなるものか。お前なんだ。お前なんか名前与えたいな。お前トーマスか、もしかして。中身トーマスか。砦内に兵が詰めているようだな。まだ出てきそうだ。警戒を怠るな。まあ初めは少ないけどここ多いんだよね意外に。アケロン動かなかったね。そっか、アケロン、じゃあさよなら。もういいよ、下がって。どうせお前すぐ逃げるもんな、確か。お前確かすぐ倒さんと逃げた記憶あるもんな。逃がさねえぜっつって逃げられた記憶あるもんな。96だからいいよ。長いものには巻かれとかないとさ、長生きできないんだよ。じゃあ間違ってんじゃん。来る方間違えてるぞ。だから帝国なんかに味方するんじゃなかった。手のひらぐるんぐるんだな本当に。お前ドリルの手のひら。OK。 あれアケロン兵は戦うの、まだ戦闘の意思を示している。君たちはそんなに忠誠心あんの。マジ話そう。手を貸す。あ、会話なし。この程度会話ないの。もう別れた、割り切った関係なの。割り切った関係なのかしら彼女とは。そういう感じ、そういう感じなのかしら。そっか、大人な感じやの。大人な感じやの。お互いにいろいろ経験してた感じがあるの。何を言ってんやろ。なのか。あ、節約志向でいけるかな。節約志向40% もあるわ。オッケー。エーテルガルト様、申し訳、そっか、エーギルと会話ないのか。そっか、じゃあ別にもともと信仰があったわけではないのね、二人は。そういう感じね。この戦いで初めて顔合わせてみたいな。あー、来たか、来たか。ローレンツ・ヘルマン・グロスター父に代わり参上した。もういねえよ、ラディス・ラバーとかいないんですけど。存在しないよ。お、遅刻してないんだそれ。ほら、会話ないよ。もうぶっこも喋ってくれないもん。誰も興味なしみたいな感じだよ。やっと覚えた。完全に興味ない感じだったけど。大丈夫、みんな興味持ってなかったよ、出すのと。こっちのチーム、うるせえな、それどころじゃねえよみたいな感じの雰囲気あったけど。大丈夫かしら、出す。また浮いてんの、5年後も。もう来いよ。はい、ナスはこうなっていいぞ。ナスはまだちょっとお飾りになっててくれ。お飾りだな。動いてないぞナス。オッケーオッケー、お飾りだから。ちょっとあんま近づくと来そうだから、近くでやす。食べこう、強いな。だがな、うちのフェリックスは特別な踊り、ベルタースのオリジナルダンスを持ってんだ。ベルタースオリジナルダンス食らえ、ベルタースオリジナルダンス。ほらな、強いだろ。これも狙ってないの。はい、飽きちゃった。急になんか燃え尽き症候群。なんかねえ、製品買う前までがすごい楽しくて、届いたら開封しないみたいな。そういう感じ、そういう感じ。買うのが目的になっちゃった感じかな、使うのじゃなくて。そういう感じなのかな。ナスがサボってる。ナスがサボってる。嬉しいわ、嬉しいわ、ナスがサボってる。先生怒るチャンスがあるから嬉しいわ。まだ先生として怒れるから嬉しいわ。どうすんのお前、ナス本当に仕事しなくなったな。お前どうしてそうなっちまったんだろうな、ナスは本当に。まったくもう、なんでそうなっちまったんだろうな。どこで間違ったのやら、間違った貴族になっちまったナスをいさめるのもまた先生の仕事ということか。お、
ちょっとなんか言われてムッときたんだろうな、あいつ動き始めたんだよ急に。取ったよ、ちょっとあ、リシティアとか連れてくるべきだった、そう見ると、まあ、あんま変わらんよな、そんなに仲良くないもんな、実際。あ、何もせず本当に何しに来たの、出すわ。なんか散々カッコつけた割に何しに来たの。男の子には別に嫌われたいもんな、女の子には嫌われてるけど、この自制下で帝国に抗うなど無謀だ。あ、それはなんかもう分かるけどさ、お前の立場もあるのは分かるけどさ、ほらお前とちょっと関わり深いライナーとか次なんか待ってるから、なんか部下ついてきてないよ、ついてきてないよ部下。ああ来たか部下、やるね部下。それだけセリフ的にはそれだけなのか。そっか、じゃあライナー行く、カルパス準備あるからライナー行くか。じゃあちょっとあんま喋りたくないというかダメージもらいたくないから気楽です。あ、会話なしか。そっか、会話なしなのか、寂しいな、ナスも寂しいな、昔の友達となんか疎遠になった感あるな、ナス疎遠になった感あるな、寂しいな。先生回り込んで殴り込みに行っていい先生だけ回り込んで殴り込みに行っていい。いや、そっからどうやって攻撃する気、先生にどうやるのそれ、回ってくるのかしら。ダメだな、あ、帰った、あいつ帰ったぞ、なんだあいつ帰ったぞなんだあいつ、え、まさか部下を見捨ててねばな、お前変わっちまった、なんでそんなになっちまったんだよ、ラス。どうしてだよラス、どうしてそうなっちまったんだ。そのムーブは何なんだ、ラス、説明しなさい、先生に説明せよ、反発せよ、俺が神殿の旗のもとに食らいつき、ここが戦場でなければ紅茶でもご馳走したいところだ。戦場ってかお前しかいないからさ、もう一緒に紅茶でもいいんだよ、お茶会やるそれでもいいと思うよ。当家は帝国に従うほか生き残る術がない、うん、悪く思わないでくれたまえよ。ここに生き残る術があるぞ、ナス。こっちにあるナスのちゃんと出荷許可とか取ってあるから、どうだよ、うわっつったな。なんで下がんのよお前、なんで下がんの、来いよ、かかってこいよ、なんだそれ、あ、何よそれ、かかってこいよ、お前来いよ、ナス、来い、ナス、あ、ビビってんのかお前、ナス、ウィッチョンかお前、もう一個前行ける、もう一個勝手に死にそうだ、ナス、ランドルフおじさんで見たやつだよ勝手に死んだ、クモさんだ、命乞いなどしないさ、貴族だ、そんなことやると殺すって選択肢選ぶ可能性ちょっと上がっちゃうよ、いいのまあ勝手に死ぬんだから、はい、まあそうだよね、どうも。僕を誘ってくれるのか、だが我がグロスタール家は自分の意思で決めろ、家ではない、お前の意思を聞いている。いや、分かった、父は僕が説得する、共に帝国を倒すと誓おう。来たー主よ、ナスの出荷、あれちょっと待って、仲間になったってことに、ちょっと待って、テテスが入ったせいで仲間になったか怪しいぞ、なったのか今大丈夫か、あれが遺言かもしれないぞ、ありがとう先生っつって星となって消えていったかもしれない、大丈夫か、おいちょっと待って、ナスが仲間になったってメッセージないぞ、大丈夫かこれ、本当になった、なったこれちょっと待って、なってない可能性がなってない可能性ができちゃった、大丈夫だよね、ナス遺言じゃないよね、今のいるよね、いてよ、どうにかミルディン大橋を確保できたか。いや、橋はどうでもいいや、ナスは命が尽きるまで一歩も引かぬとは、帝国軍の結束も思いのほか強いな。いや、割と引いてたよ、ナスは、なんかちょっかい出して引いてたよ。エーデルガルトもただの暴虐の王ではないということか、これからの戦いも生優しいものでは。失礼します、ギルベルト殿がお見えです。ギルベルトさん来たのか、娘のところに。ギルベルトなぜここに、いや一体今まで何を、会ってみるほかはないようだな。大丈夫か、アデッチ出てこい、アデッチ。大橋を落とされたとのこと、こう見るとそっくりだよね。あの守りを打ち砕くとはお見事でした。おべっかわいい、周りくどい挨拶は無用だ同じこと言ってる。ギルベルト、なぜ今になって君が。私は今かつての主君ディミトリ様に再びお仕えしております。まあそうだよね、フェリックスが今、フェリックスに衝撃走る。ディミトリだと、奴は生きているのか。あの方はフラルダリウス領に身を寄せ犯行の準備を進めておられる。ディミトリ殿は生きていたのだな。俺にもその話を聞かせろ。フェリックスが踊りながら入ってくるんだな。ええ、王都で処刑されかかったところを
ドゥドゥが身を挺して救出したのです。ちょっと待って、あ、救出かよかった。よかった。じゃあドゥドゥ生きてるのね。私が本日ここへ参ったのも殿下の命になります。我々は敵を同じくする者同士、共闘できる者ならば。ドゥドゥって王国ルート以外仲間になんないんだよね。そうだよね、まあ、ヒューベルトもそうだけど、ヒルダちゃんが結構副官ポジのはずなのに。聞くだけ聞くとしよう。我が軍は間もなく帝国への進軍を開始します。手を携え、足並みを揃えて、共に帝都を目指せはしません。手繋いで一緒に。それが難しければせめてミルディン大橋の通過だけでも許可していただきたい。通行税だ、合流しよう。通るだけなら構わないよ、合流しよう。いや待ってくれ、我々の戦力は少なく激戦を終えたばかり。今帝国の本軍と真正面から衝突するのは時期尚早に過ぎる。橋の通行を許可するだけならば問題ないが、合流は難しいのではないか。ああ、しないんだ。数節でも待ってもらえるならば。三つどもえ戦があるのか。こちらの状況も変わるかもしれないが。いえ、今の殿下に歩みを止める余裕は。であればやはり合流はできんな。ディミトリ殿にはよろしく伝えてくれ。なんか土産持ってっか、フェリックス持ってっか、フェリックスの髪の毛。承知いたしました。セイロス騎士団との共闘が叶わなかったことは残念ですが。フェリックスの髪だけ持ってったら、フェリックス死んだのかみたいな。また変な勘違いが起こる。ディミトリが会長側でまた変な勘違いが起こるな。メリッチとかが、ミルディン大橋を無事に通過できるだけでも憎しみが上がってしまう。感謝いたします。おそらく別々に行くのか。これが根性の別れであっても驚きません。ちょっとアネッチと話してって、お父さん。その前にアネッチと。お二人ともどうかご分を。アネッチよ、おい、二人じゃねえんだよ。君たちにも主の加護があらんこと。ちょっとアネッチと会話してってお父さん。アッシュもいるよ娘の旦那さん候補のアッシュもいるよ。